今からですね、私はサムネを命がけで撮ろうかなと思ってます、はい、サムネは撮れるのかって話なんだけど、ここね、はい、ここピュンって飛んでヤマピーが今ねシャッと押してくれるんですけど、うっ、タチャ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 ってところで一番いいやつをサムネにする画像補正したいけど、まあとりあえず正直にいきます、はい、じゃあちょっとその勇姿を見ててください。了解です。僕はこのダブルカメラで行こうかなっていう感じですね。今練習。あーちょっと厳しいな。あ、ごめんなるほど。やっぱね、ああやってイメトリをねすることでこうブワッドゥワッこの辺のコーナー曲がってくれると思いますので。何これ、ケンタカメラです。おお、思わずおおって出てしまったという。すごくいい感じに飛び始めているので、飛ぶケンタさんを、お、来ましたね。どうですか、すごいっす、ジャンパーは今どうですか。僕の中では、はい、もうこんぐらい飛んでる俺先週見てるんで、はい、で初めてお会いした時も見てるんで、ライディングをやっぱりその成長過程からするとやっぱ順調です。なるほど。ちょっとやっぱね、あとはいわゆる数重ねてコツをつかむっていうのが一番いいのかなっていう感じですね。まあ、修正してってだんだん良くなってるんで、なるほどね、いいんじゃないかなと思いますよ。ちょっと見ていいですか。あー、確かにこう見ると全然飛んでないやん。あ、これちょっと飛んで、おー飛んでる風。ヤマピー俺かこれ、うん、ヤマピーすげえ飛んでる、ブワーンいってるし、翔也くんもブワーンいってもう頭切れちゃってるからいかに2人がすげえ飛んでるかっていうのが、ワンチャンさ、これめっちゃさ顔消してさ、はい、俺の顔にすり替えてさ、あ、そうですね、それ面白いんじゃないですか。ケンタはサム取れるのかみたいな、誰が最初に合成気づけるか多分俺、ね、あ、ほんとこれぐらいしか飛んでないんだ。一番やっぱあれ一番、あの、こけそうだったやつ、そう、ああ、あれが一番前輪も高い位置にいたし、恐怖を感じたわけだあの頑張ってましたなんかもう行ってまえ、うん、スローモーションになるよ世界がね。あ、でも言うてまだ回数何回目っていう感じだから、ケンタのマウンテンバイクって、まあ本当そうですね、うん、10回もやってない、ね、だから多くを求めすぎてもこっちもいけないし、でも全然順調ですよ、順調。あの前輪が浮いた感じを今度そのまま行くと多分うーんってなっちゃって、あとね、まずはケンタさんの場合だったら両輪に着地を合わせるイメージの方がいいです。だから後輪着地はやっぱり不安定になるんで、重心も上に来るし、高さ同じ大きさ、同じ重さでもこの辺でこう持つのと、うん、こうやってこの上の方向って持つのとだとやっぱ安定が違うじゃないですか、うん、はい、なんでやっぱりそのジャンプとかもなるべくこう上に来ない方がいいですね、着地するときに、うん、なるべくこう下で着地するのは、まあ、両輪着地の方がやっぱ安定するんで、すごいざっくりな説明だけど、こう一旦こう来てこうなってるんです。そうですね、こう描いてる感じ、こうします、はい、小さく飛んでる時はギリこう描いてますよ、あ、多分高くなる、あ、この先どうなってんだろうみたいな多分不安に駆られてるんですよ、うん、小さくこうでいいです。大きくいけないこうってやるとさっきみたいになっちゃうんで、うん、とりあえず前輪ちょっと上げてみようかなっていう、こういう練習からして、じゃあ次にちょっとこう合わせてみようかなっていう、こうバイクが上に来た時には
ペダルをこうする感じですね。そのままこうってかかとを落とした状態で飛んじゃうと、前輪を引きすぎちゃうんで、ペダルをこう前に送るような、ペダルをこう常にこう水平にこう合わせてあげるような形にすると自然と後輪がついていきます。それをかかと落としすぎちゃったままにすると、まあ、前輪がこう高い位置のままこう着地しちゃうんで、上がると行くまでは多分ずっとこうで、そうですね、でそのままのイメージで行くから多分角度的、バックの角度はこうなってるわけです、はい、でこうなってる、そうですね、なんでそれをこうしてあげることで自分の重心も後ろじゃなくて前に行くから着地の時には安定するかな。でもそれぞれその人のなんていうんですかね、こう欠点が違ってくるんで、健太さんの場合はっていう感じです。あくまで、まあ、そういう風にした方が飛びやすくなるよみたいな。合宿です、合宿ですね。なんでそこのこのペダルのこの感覚ってちょっと意識してあげた方が、あのコーナーでもそうですよ、あのお尻が落ちちゃってる時になんかかかと下がってるなとかちょっと気づいたじゃないですか。あれと一緒で常にこのペダルのこの水平具合っていうのはもう乗ったらもうずっと意識しないといけないことかなと思います。いえいえいえ、練習します。うん、回数重ねよう、そう合宿しよう、ここでキャンプ。そこキャンプ用です。あ、本当ですか。あ、本当ですか。 お世話にならせてください。これね、ここで合宿してキャンプして、うん、この無限ループができるわけですね。ヒュフフー、なんだこの人たちは。俺と次元が違うぞ。俺と次元が違いますね。化け物だわ。シンプルに化け物やわ。